日本の新聞社、中日新聞社の東京都における地域本社である。正式名称は株式会社、中日新聞社東京本社だが、登記上は中日新聞社東京支店で名古屋本社の支社的扱いとなっている。所在地は東京都千代田区内沢委長2丁目。東京新聞と東京中日スポーツの発行元である。 対象地域は、東京都を中心とした関東地方の7都県及び、静岡県の東部、伊豆地方と中部地方の一部、中日新聞東京本社の旧社屋。現在は解体され、2010年に品川フロントビルが再建。愛知県など、中京圏を中心とした中部地方のブロック市である、中部日本新聞は1942年9月1日に、 名古屋の二大市、新愛知と名古屋新聞が第二次世界大戦による新聞統制により発足し、同時に東京都中央区銀座に東京総局を開設した。新愛知と名古屋新聞はそれぞれ東京支社を置いていた。1955年、中部日本新聞社は東京都千代田区内沢委町の日本ゴム。 東京営業所跡地に最新鋭の臨転機を備えた東京支社の自社ビルを建設し、1956年2月23日に東京中日新聞の発行を開始した。東京中日新聞はスポーツ新聞と一般紙の組み合わせという大衆紙としての扱いで創刊され、名古屋で発行する中日スポーツの関東版的扱いという形であった。 東京中日新聞創刊当時の中部日本新聞社は読売新聞と報道協定を結んでいたが1963年11月に経営不振に陥った東京新聞の発行元であった東京新聞社の経営に参加し読売との協定を解消したそして東京新聞を参加に収めた中部日本新聞社は 本格的な東京進出を目論み、1965年5月、東京都港区江南の品川駅江南口に東京本社の新社屋を建設。1967年9月30日、東京新聞社は東京新聞の営業権及び発行権を中部日本新聞社に譲渡した。これにより、東京支社は東京本社に昇格した。一方、 東京新聞社は、称号保全を目的とした休眠会社として、法人格のみ存続している。なお、東京新聞の前身の一つである、国民新聞は、中日新聞社の前身の一つである、新愛知新聞社が経営に関わっていた。1970年3月1日、東京中日新聞は、東京中日スポーツと大号を改めた。 2006年10月1日、本社機能が港区江南からかつて本社が所在していた内債和町の日比谷中日ビルディングに全面移転した。なお、出版、広告など一部の事業は移転前から内債和町に所在している。なお、品川の旧社屋ビルは品川分室として一部部署のみが残ったが2008年3月までに日比谷に 全面移転して閉鎖され、同年9月までに解体された。旧東京本社社屋跡地には、地上19階、地下3階、高さ99.00メートルの品川フロントビルが建設され、2010年12月に完成した。東京本社では、中日新聞自体は発行されていないが、東京新聞の紙面の一部は、中日新聞と共有している。そのため、 名古屋本部で発行する中日新聞の紙面のうち国際面、証券面と一部の特集面は東京本社で制作されている。また中日スポーツの一部の記事も東京で制作される。中日新聞、北海道新聞、西日本新聞の3社で構成するブロック紙3社連合の新聞に掲載される連載漫画と小説は 中日新聞東京本社から配信されている。なお、中日新聞社としての外報部と政治部は、東京本社に置かれている。中日新聞東京本社は、東京新聞出版社会事業部の名称で、名古屋本社とは別の出版事業も行っている。出版社記号は8083。東京新聞、東京中日スポーツに連載された小説や、 エッセイなどの単行本の編集、発行を行っている。かつては、前進誌、都新聞の流れを汲む、伝統芸能の情報誌、名流も発行されていた。また、登山専門の月刊誌、学人も東京新聞出版局が長年にわたって、発行されていたが、2014年9月号から、アウトドア専門メーカーのモンベルのグループ会社である、ネイチュアエンタープライズに編集。 発行、商標権を譲渡した。ありがとうございます。